演山公園の坂本龍馬と中岡慎太郎像、中岡慎太郎慶応3年11月17日は、日本の志士、陸園大隊,隊長、名は道政、通称ははじめ福太郎、三辻、後慎太郎、郷は東山、宇山など、編名は石川聖之助など、坂本龍馬らと共に、薩長同盟の圧戦に尽力するも、大宮事件で応死し,した。 造成4位4月8日、土佐国秋郡北川郷柏木村に北川郷の王将や中岡昌伝次と五歳牛の長男として生まれる安政元年、正木哲馬に従い敬主を学び翌年には竹市随山の道場に入門して剣術を学ぶ安政4年、野友、村、昌屋、年岡彦次郎の長女、兼15歳と結婚 文久元年には竹市が結成した土佐勤納党に加盟して本格的に死死活動を展開し始める。文久二年、長州藩の草加玄髄、山形藩蔵とともに、松城に佐久間正山を訪ね、国防、政治改革について議論し、大いに意識を高める。文久三年、京都での8月18日の政変後に、土佐藩内でも、 尊能上位活動に対する大弾圧が始まると、速やかに脱藩し、同年9月、長州藩に亡命する。以後、長州藩内で、同じ境遇の脱藩志士たちのまとめ役となる。また、須を国造田尻に都落ちしていた三条、耳の随身となり、長州はじめ各地の志士たちとの重要な連絡役となる。源氏元年、石川聖之助を名乗り上落。 薩摩藩の島津久光暗殺を格策したが果たせず、また、脱藩志士たちを率いて、金門の変下関戦争を、長州側で戦い、負傷する。長州藩への冤罪、勇藩同士の有害無益な対立、志士たちへの弾圧を目の当たりにして、活動方針を単なる尊王上夷論から、勇藩連合による武力闘幕論に発展させる。そして、 長州藩の桂小五郎と薩摩藩の西郷、吉之助との会合による、薩長同盟締結を志士たちの第一の悲願として、活動し始める。三条耳とも連絡を取りずつ、脱藩志士たちのまとめ役として、薩摩と長州の志士たちの間を飛び回り、亀山社中を結成した、坂本龍馬や三条の随身、ドカタクスの木左獲物をも解き伏せて巻き込んでいき、 慶応2年1月21日、京都日本末薩摩判定において、薩長の和解及び薩長同盟を結実させる。薩土倒幕の密約記念碑密約が締結される前、段階として、京都、金安楼で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、慶応3年2月、龍馬ともども、土佐藩から脱藩罪を赦免される。その後、薩土同盟についても、 同様に奔走し、まず、5月21日、土佐の犬井大介と薩摩の小松清涼、西郷吉之助との間で、武力倒幕のための薩土密約の締結に成功する。さらに、土佐藩そのものを本格的に取り込むための運動を展開し、6月22日、京都三本木料亭、吉田屋において、薩摩の小松立脇、大久保一蔵、西郷吉之助、 土佐の寺村道成、後藤昌二郎、福岡当時、石川聖之助、埼谷梅太郎との間で、倒幕、王政復古実現のための殺土名約が締結される。この殺土名約は、さらなる夕飯連合推進のため、同年6月26日、長州藩の隣の秋藩を加えた、殺土芸三藩役場所に拡大発展する。しかし、これらの殺土同盟、殺土芸同盟は、 土佐藩、秋藩地震による大政奉還憲白書や山内陽道の徳川、宗家への強い温厚意識のため、翌年1月の蕎麦、伏見の戦いにおいて、薩長官軍側の優勢が判明するまで、実質的な威力には乏しかった。しかしながら、これらの新太郎、龍馬のロークの結晶である軍事同盟締結は、土佐藩内においては、旧態依然とした平成を改革させる。 決定的契機となり、土佐を母親戦争において、薩摩、長州、非善と並ぶ、倒幕の主要勢力たらしめた。また同時に、倒幕後の政治ビジョンを描かざるを得ないことから、封建性、爆藩体制をどう変えていかなければならないかという、意識改革、反省改革を他の諸藩よりも早めに進めざるを得なくなり、土佐出身者を、長州、薩摩、 被前出身者同様に、幕末、明治をリードする主要政治勢力たらしめた。6月27日、かねてから長州で見分していた、騎兵隊を参考に、陸園隊を組織し、自ら隊長となり、白川土佐判定を陸園隊の本拠地と定める。この頃、倒幕と大上位を説いた、自政論を表す。7月8日、 江戸から土佐へ帰還する途中の真鍋松崎与と京都で会い、互いに事情を話し合う。11月15日、京都市場の大宮に、坂本龍馬を訪問中、何者かに襲撃され、瀕死となる。龍馬は、即死ないし翌日未明に生きたいたが、新太郎は2日間生き延び、暗殺犯の襲撃の様子について、谷立機などに詳細に語ったという。11月17日に死去。 去年30、墓所は京都市東山区の京都霊山五国神社ほか、室戸岬に銅像が立つ。この銅像は、元山白雲の制作で、桂浜にある龍馬の銅像が向かう先と同じ、方向を見ていると噂されているが、両者の銅像の方向には全く関係はない。桂浜の,龍馬の銅像と同様にこの像も、第二次世界大戦中の金属教室を免れている。死後、 海援大使らは色はル沈没事故で多額の賠償金を支払わされた奇襲藩の報復であると考え、奇襲藩士、三浦久太郎を襲撃し、警護に当たっていた新戦組と戦った。実戦は実、は実施、転戦は、養子実施の夫、川島総治の末裔に劇団一人がいる。室戸岬の中岡慎太郎像、中岡慎太郎聖火。 中岡慎太郎宮居後幕末では珍しい笑顔の写真。隣に女性がいると想定されているが、中岡の方に当てられた手と膝にかかった着物を除いて塗りつぶされている。小説小説映画、テレビドラマ NHK 大画、ドラマゲームアニメ漫画、ありがとうございます。